今回はコラボ動画というわけで、このヴィンテージバイク2台に乗ってインプレッションをしてもらおうかと思います。どうぞ。こんにちは、闇屋の広告を担当しているカンです。普段はね、全然ヴィンテージバイク、もう長いことね、闇屋さんの広告やらせてもらってるんだけど、一切乗ったことがないんで、今回はね、普段僕 GPZ に乗ってるんですけど、ヴィンテージバイク乗るの初めてなんで、どういう感じになるのか、むしろ心配です。なんですが、ちゃんと乗れるのかどうかわかんないですけど、やっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。青色の CB、 オーナーの安さんに軽く紹介をしていただきましょう。こちらがですね、私安田の、愛車になります。型式は K6 ですね。最終型になります。で、一応自分の中のコンセプトとしては、オリジナル、外装もオリジナルにしてますし、なるべく純正風を残してカスタムしてます。特徴的なのも、ダブルディスクに変更して、あとはうちの闇屋の弊社のキャストホイールを入れてます。で、マフラーは弊社の、ワークス缶を入れてます。エンジンも触ってはあります。はい。街乗りから高速まで乗りやすく作ったつもりです、自分の中では。はい、という仕様です。お、なれぽくなぽくないでしょ。ぽくない、いや、どっちもぽくないけど、なれもらえる。じゃあ行きましょうか。はい、エンジンかけます。はい、どうぞ。スターター、これ、スターターどれだ。ここがキーで、キーがこれ。どう、あ、行き過ぎです。これか。あ、1個です。で、で、セル、これね、このクラクションみたいなやつね。あ、そうです。これニュートラル、ニュートラル入ってないですね。危ねえ、危ねえ。オッケー、オッケーです。じゃあ行きましょう。もう一台白の CB、 こちらも紹介していただきましょう。僕の、CB ですね。 CB750 フォアになります。型式とほとんど一緒なんですけど、エンジンの方少しいじらせてもらってて、街乗りしやすいように仕様変更してます。
はい、キャブレターもノーマルで、まあ、闇屋のキャブレターリペアキットを使って組み直しさせてもらってるんで、まあ、特に、普通に乗る分には不満なく乗れてます。まあ、カラーリングが名古屋仕様なんですけど、まあ、闇屋自慢の無板マフラー装着して音もよく走りも、スムーズにいける仕様にはしてあります。わかりました。じゃあこれを乗っていこうと思います。はい、では無事に、走行が終わりました。終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、じゃ あ、はい、あ、そうですね。早速白の方、そうね、こちらかこちら側の車体から感想を。まあ、こちら側の車体も何もまず緊張したっていうことね。本当にね、人のバイク乗ることあんまないんで、あんまっていうかほぼないんで、かなり緊張しましたけど、実は。まあ、まずこいつ、まず一つはね、全然思ったより乗りやすかった、うん、本当にもっとすごい気難しいのかなと思ってたけど、うん、本当乗りやすくて、それとエンジンがね、7半とは思えんぐらいトルクがある。古いバイクなんでやっぱり乗りづらいとかそういったイメージが多いと思うんですけど、やっぱりこう現行のバイクを乗られてる方からする意見っていうのはすごく重要かなと思うんで、まあ、あとは多分別に忖度抜きでよく整備されてるからだと思う。なんかその変な気難しさが全然ないっていうのはあった。まあ、あとはね、単純にバイクの年代のせいなのか、ブレーキが効かんとかね、あとクラッチがめちゃめちゃ遠いとかね、これ多分それ特有のあれだと思うんだけど、まあ、その辺が今の僕のバイクの感じとは違ったんだけど、それはもう多分個体差の話なんで、この CB の特性じゃないとは思う。だからブレーキ機関っていうのはもう年代のあれだと思うんですけど、でトルクもすごいし、あと安定感がね、このワインディングみたいなところはもう思いっきり走ってないから分かんないんだけど、下道ではね、もうすごいツーリングとかクルーズしやすいっていうのかな、どっしりしてて、まあ、なんか本当に気楽に乗れるっていうの、はいはい、で変にニーグリップとかができん分えらい余裕で乗ってる感じ、力が入らんっつうか入れようがないっつうのかな、入らんっつうのかな、そうですね、だからボーってのもうなんか眠くなるんじゃないかっていうぐらい安定してる。確かに今のバイクには確かにないような、うん、でアクセルとかももうトルクがあるからだと思うんだけど、すごい気使わんでアクセルもそのまんま加速したければもうチェンジも別になくてもガンガン走るし、だからよく CB7 半でこうウィーしてる人いるじゃん。まああれもなんか分かるわと思って、あ、こんだけトルクがあったら行くなっていうのは
感じた、はい、本当にいい意味で思ってたのを覆した。あでね、青い方安さの CB はね、あの同じ CB でもね、やっぱり乗り味が微妙に違うんでね。エンジンで言うと単純に比較すると、まあ、個体差なんだろうけど、こっちの方がトルク感がある、付きがいいっていうのかな、付きがいい感じ、そうですね、がした。まあすごいちょっとの差だけどね。でね、あとまたがった時にね、これ乗ってからこれ乗ると車体がね硬い感じがするっていうのかな、ガチッとした感じがする。これは本当に感じてて、多分その言ってたのはサスがちょっと違うとか、あと多分ホイールとかの感じなのかな、うん、なんかね硬いぞ硬いぞっていうようなフィーリングが、ガチッとしてるぞって感じが、うん、でこれも街とか下走ったけど、これももうすごいクルーズ感もう多分これもあるのかな、これよりもハンドルが重い感じがするっていうのかな、ま、うん、っすぐ走る感じ。そうです、ね、なんだけどね、不思議とねワインディングに入ると意外にちゃんと綺麗に切れ込むんですよ、うん、あ綺麗に切れ込むな、なんか最初はちょっともう思ったらいいのかなと思ったんだけど、ちゃんとねかけていくと切れ込んでいく。ただまあこんなコンディションなんでだし、ビビってるんでそこまで語れるのかって言われると微妙なところあるけど、思ってたより全然走る。だからこれがドライで走ってたら、まあ、あとはタイヤのグリップ次第だけど、まあまあいけるんじゃないって思うぐらいなイメージ。なんでね、街乗りもね、もう街乗りはもうワインディングも本当に思ってるよりも普通に走る。うん、もういい意味で普通に走る。そうですね、古いということをあんまり感じさせないというか、だから多分乗っててもっと慣れれば本当になんかもっとハイペースになっちゃって、うん、むしろグリップが足らんくていっちまう可能性があるぐらい走る。そこはちょっと抑えていただいてそうそうそう、はい、というね感じなんで、僕はもう初めて乗らせてもらったんだけど、まあ、これで多分今後の広告がより CB を知ったことでいい感じになるはず、ね、なるようにしたい、はい、お願いしますっていう感じでした、はい、ということで今回無事に試乗を終えたん で、はい、これでとりあえず皆さん一安心、そう緊張から解き放たれますということで、また機会があったらよろしくお願いします、はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今回、コラボ動画撮影が終わりました。実はですね、菅さんのバイクもコラボで乗り換えということでやらせてもらったんで、そちらの方も概要欄の方にリンク貼っておきますので、よかったらそちらの方も見ていただければなと思います。